い、どうも。かれこれ神奈川から5時間くらいした道を飛ばしまして、来ましたとも。すごいね、ついに来たよ。これ本当はね、こんな早く乗り込むつもりなかったんだよ。静岡ホビースクエアでございます。これほら、ちょっと、うん、これすごいね、建物が、ね、ビルってるよ。マジビルってる。予想外だった。もうちょっとこう、なんか普通の建物かと思ったら、これなんだよ、完全に。すごいよね、都会の。これほら、アバンテアバンテ、舐めてた。アバンテアバンテ。でもこの看板ダメだね、 RX7 がない。ああ、これだからセンスね。ダメなかった。入り口とかどこだ。入り口とかも。当日エントリー組ですが、キャンセル待ちでなんとかエントリーできました。今まで来て大会出るなら、はい、悲しかったですね、はい、じゃあ本格的に、はい、本戦チケット目指して頑張ります。はい、今日のコース、ホビスク静岡のコースですが、スタートはあそこでコーナー抜けて一箇所目、アイガーですね。芝のアイガーが入ってるんで、ちょっとブレーキ入ってると減速強めにできて、割と速いマシンでも入れやすいと思います。で、ここロッキングストレートがあって、ストレートコーナーでレーンチェンジで、ここが俺は一番難しいです。芝の出口とかがコースのつなぎ目でウォッシュみたくなってて、なかなか俺のマシンでは入れられず、セッティング走行したものの完璧なセッティングが出ませんでしたね。で、バンクを抜けてアイガー、DB、アイガーのスロープ、ここは割と緩いですね。結構速いスプレーになります。で、ゴールです。最終切れで行きましょう。レディーゴー。現在1位、パーフよし、1位。よし、あぶねえ、あぶねえよ。パーフよし。あっと戻れ、戻らねえ、クソ。ありがとうございます。はい、さっきなんで斜めに飛んだかと言いますとですね、ここ2点止めっていうのは補強用のプレートのここのネジが走行中に外れていたようです。はい、なくなってました。はい、なのでちゃんと締め直して今から2戦目行ってみます。レディーゴー。電池はさっきと思わせるまま1位。あー、ウォッシュか。また今度ウォッシュかよ。はい、ネオちゃんじゃ飛ぶのでちょっと重いフォアちゃんを積んでいます。我らがふるさと、シーガル石の巻き店よ、俺に力を。頑張ります。はい、スイッチで準備していくよ。レディーゴー。フォアちゃんにしてどうなる。あー、パワーちゃんでも飛んだ。はい、パワーちゃんでも飛んだので、ここにアジャストをさらに追加して重くしました。どんどん重くなっていきます。どうなるかな。はい、次頑張ります。スイッチ入れて、レディーゴー。1位、もし1回目入ったけど、どうだ。入って、ここからの、あー、弾かれた。ダメだったか。はい、5回目が今日奇跡的にあるらしいので、
モーターを回ってないダッシュ2の方に変更してネオちゃん使い回しで、ここアジャスト減らしてちょっと可動域増やしてっていいます。ノンブレーキもノンブレにしました。いい感じにいけばいけるかも。頑張ります。レディーゴー。1入ってる。2位になってる。1周目1ボッシュ入ってる。ゴール3周目ゴールって言っちゃったよ。ゴールで当て欲しかったけどね。4周目アップライン。あー腰でコンサートございます。イエーイ、やった。